3話目となる今回はショートゲーム編、畑岡流アプローチの法則を聞いてみました。ドライバーアイアンショットと聞いてきたので、はい、今度は最後はあのショートゲームなんですけども、はい、あのすごくショートゲームって距離感とかがあのこう難しいのかなって私は思っていて、はい、何かこうショートゲームで気をつけていることとか課題にしていることってありますか？はい、私もまだまだ課題なんですけど、うん、特にあの30ヤードから60ヤードぐらいのこう中途半端なコントロールして打たないといけない距離っていうのが一番難しいなと思います。いやでも私ももう、ね、20年近くゴルフをやってて、はい、やはりこのサンドウェッジでこの中途半端な距離をあのしっかり打つっていうのが本当に難しいなとこのずっと思っていて、はい、ぜひじゃあそういう時に、はい、あの日頃の練習していることとかこう気をつけていることをぜひ教えてください。はい、とまずスイングで言うと、うん、一応振り幅を、うんうん、ある程度決めてやってます。うん、まあ、左右対称になるように、うん、だいたい、まあ、30ヤードだったらこの辺からこの辺、うん、こっち側とこっち側がこう対称になるように、まあ、意識はしてます。練習の仕方はあの試合中は、こうスペースがあったら、うん、あのキャリーに30、40って10ヤードずつ立ってもらって、そこにこうキャリーでしっかり落とせるような練習をしてます。ある程度球数を打たないと、こう打たないと自分でつかめないのが距離感かなと思います。グリップの長さとかもずっと一緒？あの持つ場所ですか？持つ場所とか。あでもここで持って30打つと結構2側が上がっちゃうので、こう引っかかって左とかあるので、まあ一応こう平らにするようにはしてるんですけど、このソールをしっかり全部つくように、つけるようにって感じなんだ。あじゃあ別にこう短いから短く握ったりとか、長くなっていくか長く握っていったりっていうのはあんましないんだ？そうですね、まあ30だとさすがにこの辺握ってっていう感じですかね。こうここにソールを合わせて、その距離感で立つって感じです。ここで諸見里忍にプロの目線から解説をしてもらいました。30ヤード、40ヤード、50ヤードってあのすごく中途半端なあの距離になってくると、緩むっていうミスをしたくないので、まずアドレスで距離感を決めるんですよね。30ヤードを打つんだったら、まずグリップを短く持ってフェースを開いて、であとはこの30ヤードの振り幅で打っていくっていう、そのスタンス、グリップの長さ、フェースの向き、角度で、まずは30ヤードの距離を決めて、あとは緩まないようにしっかり振っていくっていうのがあるんですけども、今日畑岡さんのやつを聞いてると、その振り幅で調整していて、でも彼女はすごく自然に自分でこう合わせてるというか、多分意識はしてないんですけど、その30ヤードだったら自然とこうグリップも距離も近くなって、グリップも短くなって、あここだったら緩まないなっていう場所を探してしっかりこう振っていってると思うんですよね。でよくアマチュアの方って30ヤードを打ちたいのに、もうこんなドライバーと同じぐらいのこうアドレスを取って、そこからこう30ヤードを打とうとするから緩んでしまったりだとかっていうミスをすごく見るので、まずはアドレスで飛ばないようにするアドレスをしっかりと決めて、インパクトは緩まないで振っていく、思いっきり勇気を持って振っていく、振り抜いていくっていうのがすごく大事だと思います。